サンデープレゼント、おはよう昭和音楽館。薩摩人維新参加。明治維新に至る鹿児島の人々の動きを中心にご紹介しております。こちらのコーナー、毎月1週目はおなじみ番組の脚本担当、河合田健一さんをお招きしております。河合さん、おはようございます。おはようございます。今月もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それとなんと今回はスペシャルゲストに来ていただきました。河合田さんの方からご紹介いただけますか。西郷先生のひ孫にあたられます、西郷隆夫さんに来ていただきました。はい、皆さんおはようございます。西郷隆夫です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、今年はセゴドンもございます。高尾さんもお忙しいんじゃないですか。はい、そうですね、セゴドンのドラマが始まって、こういろいろ各地に、お邪魔させていただいております。高尾さんご自身から見て今のセゴドンのドラマというのはどのような感想、印象をお持ちですか。皆さんいろいろ少し史実と違うとか、そんなことをおっしゃる方もたくさんおられるんですけど、僕はその子供たちに50年後100年後、今回のセゴドンを見たきっかけに、政治家を目指すとか、いろんな方が出てくると思うんですけれども、それのきっかけ作りとしては西郷吉之助、西郷隆盛をしっかりと演じてくれてるので、ありがたいなというふうに思ってます。さて、西郷隆盛さんは薩摩人さんのカバーの CD を出してらっしゃると伺ったんですが。そうなんです。いきさつから教えていただけますか。はい、こういろんな西郷さんの歌っていうのはですね、いろんな歌手の方が歌ってるんですよね。はい、たまたまですね、河合田さんが歌、お作りになった薩摩人さんの幕末の薩摩武士の西郷さんの歌を聞いたんですね。いい歌だなと思ったのと、まず歌詞がいろんな方の西郷さんの歌われてる歌詞が僕あまりピンとこなかったんですよね。けれども、河合田さんのお作りになった作詞作曲の薩摩人さんが歌ってるものがものすごく胸に響いたんですね。村田新八を連れて帰るっていう、ついて帰るっていう人が、日本語って難しいじゃないですか。ですね。村田新八さんは西郷さんが無理やり連れて帰ったんですね。それはみんな村田新八がついて帰ったっていう方が多いんですよ。久光の命令を無視して村田新八は帰ってこいなんか言われてないところを西郷さんが無理やり連れて帰るんですよ、ね。はい、だからその歌詞の微妙な表現をきちっと書いてくださってたので、ああこれはよく知ってる方だなと思ってですね、ものすごく嬉しくてですね、で曲調もいいし、もうこれをまず CD を買ってで自分で歌えるようにしようと思って調べてたんです、そしたら見つからなかったんですどこに行ってもそれがないって言って廃盤って言われてですね、そしたらもう悔しくてですね、その歌ってる方、薩摩人さんってどこに、東京にいるのかどこにいるのか教えてくれって店長の責め寄ったらですね、いやこれは個人情報だから教えれないって、ご時世ですね、もうこうなったら奥の手を使うしかないと思って名刺を出して、もう初めて俺こういう人なんですと、だから絶対に教えてほしいっていうことを頼んだら、たまたま知ってるということで、じゃあ携帯でお電話してみますということで取り次いでみますって言われて、お出になって会話をしたら、僕は東京に、大阪か東京にいると思ったんですね。そしたらすぐ手もかんで近くにいるって言われて鹿児島の人なんですかって聞いたら、じゃあよって言って言われて、そこからです。いや私はびっくりしましてね、じきじきに電話がいきなり電話が来ましてね、西郷隆夫です、隆夫さんって、で飛んでいったんです。実は嬉しくて、その、ね、CD をね、見つけたと、どうしてもその手に入れたいって話だったんで、いやもうお持ちしますよって言って持って行ったんです。それからが始まりでしたね。もう西郷さんどうですか、自分で歌われたらどうですかって言ったんですよ。もちろん大河ドラマの発表前ですよ。はい、もうたくさんダメ出しが当然あったんですよねもう何回も撮り直して、もう疲れ果ててですねもう河合さんもうこれでよかがって言ったら、帰りの車の中でセゴドンが決定しましたって言ったら、いやもう一回撮り直そうダメだちゃんと撮り直そういかがでしたか、今完成したものを気になって。河合さん、いややっぱりね声がいいですよ。そしてね、
西郷さんもこんな声だったのかなというのをねやっぱり感じますよね。それで実はねこの歌はね日本舞踊をされる方々がね結構ね振り付けをしてくださってて、はい、今各地でこう踊られてるんです。だからね、まあ、もちろんその大河ドラマの影響がありますけどね西郷さんの声もいいんじゃないでしょうか。なるほど、はい、ひいおじゅうさんのね勇姿お気持ちを語り継いでいっていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。さて、いつものように今月もプレゼントをご用意しております。今月のキーワードですが川井さん、奄美の生活がねもう今だいぶなりましたんで、うん、愛かなということでどうでございましょう。わかりました。今月のキーワードは愛かなということでご参加いただきたいと思います、はい、プレゼントの方はいつものように佐合隆夫さんがねラベルを書いてらっしゃる、はい、焼酎番組のテーマの CD さらに加えて今月は西郷隆夫さん直筆の書3名の方に振るってご参加いただきたいと思います。今月はそういうことで、西郷隆夫さんの書も3名の方にプレゼントでございます。キーワードとご希望のプレゼントを書いて、係までお送りください。宛先後ほど申し上げます、西郷隆夫さんを今回お迎えしてお送りしました。本当ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に素敵なプレゼント頂戴しましたのでね、フルテご参加くださいね。今月の維新参加プレゼント豪華です。焼酎、CD、西郷隆夫さんの書、それぞれご希望のプレゼントとキーワード、愛かなど書いてお送りくださいね。以上、薩摩人維新参加のコーナーでした。サンデープレゼント、おはよう昭和音楽館。薩摩人維新参加。明治維新に至る人々の動きを取りますこちらのコーナー、先週は西郷隆夫さんをスペシャルゲストお招きしましたが、今週からはいつものように河出健一さん脚本の朗読でございます。成明とともに江戸や京都で大活躍していた西郷にとって奄美での生活は天国から地獄に落ちたようなものでした。最初の頃は見るもの聞くもの食べるものの全てがストレスでした。話す相手もおらず孤独な日々が続きました。成明の指示で実行した政界工作や藩のことを考えれば情けなくなるばかりで、庭で木刀を振り回すことぐらいしかできず悶々とした日々が続いていました。そんな西郷を懐かしい人が訪ねてきました。流罪人の重野康次です。重野は儒学者で藩校蔵史館の教授をしていたこともある秀才でした。西郷が江戸で成明のお庭方役として活躍していた時、この重野も江戸詰めでした。ある日学生から借金を申し込まれた重野は持ち合わせがなかったために藩のお金を貸してしまったのです。そのことが発覚して切腹させられるところを西郷が成明に直接願い出て切腹を免れ、この奄美大島への流罪となっていました。西郷は重野の命の恩人でした。話し相手が現れ西郷もようやく落ち着くことができました。江戸での思い出話、成明の話、月照との受水のことなど二人の話が尽きることはなく、お互いに大いに慰められました。特に天国から地獄に落ちた気分になって塞ぎ込んでいた西郷は、重野が全ては時勢が悪かったからです、時勢が変われば薩摩藩があなたを必要とする時がきっと来ます、それまではこの美しい島で公然の気を養えばいいといった言葉に大いに励まされました。まさに情けは人のためならず、江戸で西郷がかけた情けが奄美という選挙先で西郷の身に返ってきたのでした。この頃薩摩藩では大久保が国父島津久光への接近を企てていました。久光は藩主重久の父であり後見でもあります。
大久保は西郷が成明の引き立てによって大活躍したように自分にとっての成明役を探していました。それが久光だったのです。その久光が吉祥院住職の新海和尚と囲碁をしているとの情報をつかみます。新海は同じ仲間の最初敦の兄でした。大久保はこの最初に頼みます。新海和尚に囲碁を教えてほしいのだが頼まれてくれないか。こうして大久保は新海和尚のもとに通い始めました。やがてチャンスが訪れます。久光が平田篤胤著の古紙伝を探していることを聞きつけました。この本を見つけた大久保は本の間に青虫組の動向をメモした紙を抜き忘れたようにして挟み込み久光に差し出しました。薩摩藩の若い藩士たちの脱藩に向けた動向が書かれていたのです。当然久光の驚きは相当なものでした。こうして大久保は久光の関心を引くことにも成功しました。次に大久保がしなければならないことは、大久保が若い藩士たちのリーダー的存在であることを久光に印象づけることでした。この続きはまた来週。薩摩人維新参加。明治時代に至る人々の動きを追っております。こちらのコーナー、先週の続きです。囲碁を通して久光に接近し関心を引きつけることに成功した大久保が次にしなければならないことは、自分が若い藩士たちのリーダー的な存在であることを久光に印象づけることでした。ただ西郷にあって大久保にないものの最大のものが人望でした。50で偽頭をし成明の下で大活躍した西郷は若い藩士たちに絶大な人望がありました。そこで大久保は彼らをまとめるには西郷の名前を使うことが一番と考えます。そして藩に提出する欠板書の筆頭に西郷の名前を書くことを考えます。そうすれば西郷を慕う仲間がこぞって参加するはずです。欠板書冒頭に大島菊池源吾と書きました。49名の欠板書は瞬く間に完成したのです。大久保の目論みは的中しました。大久保は若手藩士が脱藩を企て各地の尊王攘夷の過激派と合流し安政の大獄を支持した新幕府派の九条関白や京都諸子大の酒井忠明らの襲撃計画を持っていることを久光に知らせていました。久光が激怒するのは分かっていました。大久保は激怒した久光に、恐れながらここで若手藩士を処罰するよりもむしろ諭して引きつけお仲間に加える方が得策でありますと進言します。そして藩主忠義に直筆の諭書を書かせることに成功したのです。青虫氏の面々へで始まる諭書には、いずれ我々も純正院成明様の意志を継ぎ朝廷に忠勤を尽くす、いざという時が来たら青虫氏は我らを助けよ、安政6年1859年11月5日この藩主直筆の諭書を受けた藩士たちは感激して計画の取りやめを決めました。大久保の狙い通りの結果となりました。この藩主直筆の諭書の受け書に用意されたのが筆頭に大島菊池源吾と書かれた欠板書だったのです。このことがあってから大久保は久光の信頼を得、若手藩士の意見をまとめる立場になります。しかし若手藩士全員が思いとどまったわけではありませんでした。有村治左衛門は脱藩して水戸藩老士17名と合流し、万延元年1860年3月3日江戸城桜田門外において大老井伊直弼を襲撃したのです。
世に言う桜田門外の変です。井伊大老の首をはねた有村は重傷を負い、その場で自決しました。この知らせを奄美で聞いた西郷は飛び上がるほどに喜び、島民を呼び集めて飲み明かしたといいます。将軍軽視問題で成明と共に動いた一橋派の慶喜擁立運動を阻止し、安政の大獄では月商や自分を追い詰め、橋本左内を斬首した大老井伊直弼は西郷にとっては決して許せない存在だったのです。その大敵を仲間の有村次左衛門が水戸の老子と共に倒してくれたのです。西郷の喜びは格別でした。そして時代が動きます。この続きはまた来週。サンデープレゼント、おはよう昭和音楽館。薩摩人維新参加。明治維新に至る人々の動きご紹介しています。こちらのコーナー、先週の続きです。桜田門外の変によって大老井伊直弼が倒れ、徳川幕府の権威は地に落ちました。天皇の勅許をいただかず、アメリカとの通商条約を締結したことで、全国各地に尊王攘夷を唱え、公然と幕府を批判する者が増えていたのです。井伊直弼が強引に推し進めた徳川幕府の強権政治は方向転換を迫られていました。幕府の中で安倍政宏や島津成明が進めていた朝廷と幕府が力を合わせて日本を一つにまとめようとする公武合体の動きが出てきました。具体的には孝明天皇の妹皇女和宮と14代将軍家重との婚姻工作でした。大久保はこの時代の変化を見逃しませんでした。この動きこそ3年前千君成明様と西郷が取り組もうとしていた課題に違いなかったからです。もはや徳川だけで、幕府の力だけで日本をまとめることは困難になっていました。今こそ朝廷と幕府が一体となり国をまとめる公武合体の時が来たと確信したのです。であれば成明様が薩摩藩が大活躍して日本の政治の中枢を動かそうとしていたあの時代に薩摩藩は戻れるはずだ。この薩摩が久光様とこの大久保がかつて成明様と西郷のコンビで成し遂げたように再び中央で活躍できる大チャンスが目の前に迫っているのではないか。3年前成明公と西郷が兵を率いて上洛し、天皇の勅許を得て幕政改革に乗り出そうとした時と同じ状況が近づいてきたと感じていました。久光の信頼を得ていた大久保が動き出そうとしていたのです。一方奄美では愛かなが身ごもっていました。西郷は愛かなをめとってから一人の人間として男として新しい家族を守る平穏な日々を過ごしていました。やがて桜田門外の変の翌年、文久元年1861年1月、西郷と愛かなに長男菊次郎が誕生しました。西郷の喜びはこの子の名前に菊池一族の菊の字を当てたことからもわかります。菊次郎の誕生はおそらく西郷の50年の人生で最も穏やかで心安らいだ愛かなとの暮らしの証でもありました。大久保の動きはその穏やかな西郷と愛かなの暮らしを終わりに近づけるものでした。大久保は国父久光に進言します。国父様、今好機が巡ってまいりました。千君成明様が計画されていたように兵を率いて上京し、勅許を得て幕政改革に参加する時でございます。将軍の後見職に一橋慶喜公を据え、松平春学校を大老に推挙しましょう。
それは成明と西郷が将軍軽視問題で推挙していた一橋派の思惑に沿うものでした。久光はこの大久保の提言を受け入れます。この続きはまた来月。